すいません、ヒット。すり上げ腹で、どうしても六層の残り一振りを見つけられなくて。だとよ、小十郎。いや、それが、なんと申しますか。おめでとうございまする。政宗様、あなたとは一度酒でも酌み交わしたかった。できれば別の機会にお会いしたかったものだ。覚悟はできている。それが俺の選んだ道。片倉君、君に豊臣の一員になってもらいたい。お前に百年の地の日本は見えている。今ならまだ選べるぞ。これから僕たちの軍はさらに大きくなる。有用な人材だから引き抜かせてもらったんだ。政宗様の耳にも入れるんじゃねえ。いいな。そんな、片倉殿。小十郎、俺に刀を向ける気か。今回ばかりは刃を交えることも辞さぬ構え。小十郎、仏様に祈ったりするんじゃねえぞ。へえ、どうした、足が止まってるぜ。小十郎、後ろの守りは任せるぜ。御意、お任せあれ。やれやれ、いつもの小言は聞き飽きたぜ。かったるいこと言ってんじゃねえぜ、小十郎。行くぜ、小十郎。突っ走ってやるか。蹴散らしてやりましょう。俺には夢がある。求めるものがあるから戦うんだ。お前は俺の右目だ。俺が右手をなくした時は俺の右手にもなりやがれ。俺の期待を裏切ってくれるなよ、政宗様。なるほど、あんたは覚悟を決めてるってわけか。寂しい決意だけど、それも本望ってやつだな。負けられねえ理由があるんでな。平和な日の下は、まことこの先に戦いの果てに飢えて苦しむ民たちの姿なら何度も見たぜ。男がその手で守れるものはせいぜい一つだ。計算に入れるまでは容赦なく潰せ。戦に負けて命からがら国から落ち延びたあんたらに物の譜としての明日はねえ。悪い、ここは通さない。知ってることを教えな。それが人に物を聞く態度かい。俺は死を恐れねえ。だが死のうと思ったことは一度もねえ。そう、お前が教えてくれた言葉だ、政宗様。行き先は分かってるんだ。焦ることはねえ。